スタートライン上ではまだ少し向かい風が吹く水面状態です。最終の競争が第11レースの選択戦が始まります。対戦メンバー1号艇東京三角鉄道、2号艇埼玉前田光昭、3号艇埼玉石塚久也、4号艇群馬品川健二、5号艇愛知西山翔一、6号艇東京桑原正光。以上6名の対戦です。コースは枠番通りで決まっていきます。1番の三角が1コース、ここまでスタートが安定しています。内寄りスローからはここまでしっかりと結果を残しています。2番の早田が2コースから、今シリーズは長期休み明け、昨年5月以来復帰戦でした。3番の石塚3コース、4コースからには4番の下が前半3着、そして5コースに5番の西山、前半こちらは2着、前半逃げて勝ちました6番の桑原が6コースからで3対3枠なりです。スタートまで10秒切ります。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。先頭は3番石塚5位、4番桑原5位、1番5位、4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 番5